河野外務大臣は南北首脳会談の成果について北朝鮮の非核化に向けて大きな前進だと評価しました。これまで対外的に言及をしていなかった北朝鮮がこうした一歩を踏み込んだというのは大きな前進と言っていいんではないかと思います。また河野大臣は南北首脳会談の中で拉致問題について言及があったかどうかを問われ、北朝鮮に日本の思いは伝わっている、これからさまざまな動きがあると述べるにとどめました。さらに河野大臣は北朝鮮の非核化について具体的な行動が伴うか来月以降行われる米朝首脳会談での議論を含め今後注視していく考えを示しました。